伝説の救世主アイアンガールが現れたんじゃ。いかなる時代も地上に存在するものはたった二つだけ。それは正義と悪。私たちは殺されるのを待ってればいいの。殺す側に奪うという理由があっても殺される側に理由はない。強いて言うならばそこにいたからだ。奴らはもはや人ではない、鬼だ。死ぬための戦い方は知らない。知ってるのは生きるための戦い方だ。昔の記憶がないんだ。借りは倍付けで返すのが私の性分でね。いわばお前と俺は総理って。教えてくれ。私は誰なんだ。私の名前は救世主は二人もいらんわ。